はい、皆さんこんにちは、藤原丸です。はい、飛び京です。いやいやいや、ロックンロールピアノ教室3回目やってきましたね。ねえ、ツアーお疲れ様でした。いや、ありがとうございました。見に来ていただいてね。いや、本当に、いや、感動した。本当に多かった。やっぱね、19本目だったんで、ツアー、やっぱこう並びが分かるっていうか、運びが分かるかっていう、アルバム全体の組み立てがね。そうなんですよ。それでその時に、途中の休憩の時だったかな、声かけていただいて、この番組を、楽しみに見てると。僕も他で聞きましたんで、そういう話をね、ロックンロールピアノ講座楽しみにしてるって、もう皆さんも第1回第2回目ね、見ていると思うんですけど、見てない方いらっしゃったらちょっとリンクの方探っていってもらいつつ、さて今日は第3回目ってことで、何教えてもらいましょう。今日はですね、今まで左手主体だったんですけども、今日は右手で奏でるブルーノートスケールって、ブルーノートスケール、はい、okay. ロックには欠かせないスケールっていうのがありまして、それをちょっと教えていこうかなと。なるほど、はい。まあ普通は、これがいわゆるドレミファソラシドっていう学校で習うやつね。そうですね。まあだからなんか、明るい感じに、ちょっとクラシックカルっていうかね、そうね、なんか明るい感じで、ウェンザセーみたいな感じ聞こえなくもなかったよね今ね、はい、ストレートなというか、そうですね、これがまあ普通のドレミファソラシドの、まあ、中で弾いたらこうなるんですけど、ブルーノートスケールっていうのがありまして、ほうほうほう、例えば C のキーだとしたら、もうこれは決まってまして、弾きますね、はい、ドミのフラット、ミのフラット、はい、さっきレだったのにね、ミのフラットに行くんですね、はい、ミのフラット行きます。で F ファ、はい、でファのシャープ、おー、ソのフラットでもいいですね、ソ、G ね、ソ、はい、で B フラット、C のフラット、はい、でドに行きます。ドからドまでの間で使っていい音が、はい、今教えてもらったやつと、そう、もう一回弾くね、はい、これ下から行くと、もうかっこよくないですか。もうね、さっきのドレミファソラシドが お昼午後1時ぐらいだったら、もう一気にこれ夕暮れの酒場な感じですね。酒場です、酒場な感じ、バーの香りがします。これ、ね、これブルーノートスケールしか弾いてないんですよ。これを例えば半音上げると、これはいわゆる C シャープのブルーノートスケール。なるほど。さっきは C のキーでやったけど、はい、今半音上げることによって C が C シャープになるってことですね。そうなんです。で今度そのさらに半音上げると D になりますね、っていう感じで、全キーこれをね覚えてほしいんですね。なるほど。だから C のまずは C を覚えてもらって、はい、これを覚えていただければどのキーに行っても、例えば E に行ったらって弾けるように練習してもらいたいな。まあ、今日はね一番簡単な C キーでね、これもうすでにかっこいい、僕ちょっとギターでお手伝いさせてもらおうと思うんですけど、はいはい、キーの中で出てくる音だからギターでも同じですよね。はい、そうですね。あら、一発で弾ける。あ、練習してました今日のために。あれ普通だとね、ドレミファソラシドだけど、そうですね、これをこうするともうバーボンの香りが、ブルージーですよ ね、 ね、はい、即興で弾きますけども、今まで練習してもらった、左手パターンで、この左手に今日のブルーノートが乗ってると。そう、
シラフじゃいられませんね。こんなかっこいいサウンド聞いちゃうと。だからこの教えたやつをただ単にリズムに合って、まあ、自分の中でこう弾いてるんですね。だからまあ皆さんいろんなこうブルースとかロックンロールを聴いていただければ、うん、ソロの雰囲気っていうのが分かると思うんで、ただだけを弾くんじゃなくて、それをいろいろこう分離させて、うん、とかね、うん、そうそうそう、そんな感じで自由なんで、自由なんです。この音階さえ守れ ば, 守れば どんなに飛んでも自由であると。そうそう、そう、とかねブルース最高ですね。本当ね、そう、だからそんな感じで、やっていけたらなと思って。 OK です、 OK です。なんか具体的にメトロノームした練習方法とかってなんかあったりするんですか？いや、練習方法はね、もう、うん、もうただ単にもうこれを、左手はこのね、左手はこれでね、じゃ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 教えたやつ、ね、これ第1回目で教えてくれてます ね、はい、この中で、まあ最初はね、これだけでもいい。あ、それでね、一つ言いたいのは、ここ、そう、C のブルースっていうのは C に行って F に行って C に行って G に行って F に行って C に行くんだけど、うんうん、C のブルースって決まれば C のブルーノートだけ使っていただければ、うん、曲として成立しますんで。これも不思議ですよ ね、面白いよね。 F に行ったからつって F のブルーノートを使う必要はありません、うんうん、だから C キーって決まれば C の、ブルーノートを一生懸命使ってくれれば、うん、もしバンドでやるとしたらね、うん、ベーシストがこうベース弾いてる、うんうん、ギターがバッキングでこうやってる、はい、そして極端に言えばピアノの人は右手だけでもブルーノートですね。そう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 、だからなんかやっといてもらえれば。ちょっと一周やってみましょうか。ワン、ツー、スリー、フォですね。あとは自由なの。今やったのは途中で F に行ったり G に行ったりしたけど、そんな関係なく、ひたすら C のブルーノートを弾いてたっていうことですね。なるほど、皆さん分かりますか？これすごい秘密を教えてくれてるのよ。昔こういうのなかったから自分でね、あれ弾けるみたいなね。そう、あれ C のワンコね、ブルーノートだけでいいじゃんみたいなね、発見をね、自分で見つけたりしたけど、自分で見つけるのもありですけど、まあ、こうやってせっかくですからね、YouTube で皆さんこの知識身につけてぜひ実践していただきたい、はい、さあブルーノートがね理解できたところで、はい、課題曲というか練習曲というか作ってきたんですよ。作ってきていただいたの、うん、はい、ブルーノート、ね、なんて贅沢な番組伊藤美久自らが作ってきてくれる、なかなかない。今暇かって話ですね、ね、忙しい中ね、はい、やってくれてますんでね、はい、じゃあちょっとやってみましょうか。キーは C、 キーは C でやりましょう、ねはい、テンポはまあシャッフル、ちゃっ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 ちゃ、一番最初の跳ねたやつね、はい、でそれでちょっとゆっくりめのテンポで、そうですね、最初はやっていただいて、まあ、これを見た人ぜひね、見るだけじゃなくてね、やってみてもらうとね、いいと思いますよ。譜面も出るんですよね。はいはい、これ譜面ありますんでね、はい、それを出しますんで、はい、じゃあちょっとやってみましょうか。はい、はい、じゃあゆっくりなテンポでいきますね。ワン、ツー、ワン、ツー、スリもう本当に単純なブルーノートしか使ってない、うん、もう本当に基本中の基本的なフレーズをね、うん、弾いたんで、これをね練習していただいて、こっからこう分解していくっていうか、和音でもいいんですよ別にね。このブルーノートに出てきてる音だったら単音じゃなくて和音弾いても大丈夫、ね、そうなんですね。こうやって 濁しちゃってもいいしね。この濁しがかっこよくて難しいですよね。そうですね、
勝手に濁してもいいし、でもこれは全部ブルーノートなんですよね。ブルーノートに入ってるこういうフレーズもよく聞くでしょ、うん、あの腕がグッとくるとかねうってだからブルーノートをまあ理解していただいて体に馴染ませて、うん、今みたいな曲で簡単に、うんうんうん、はい、馴染ませてもらって、そこからまたさらに自分でね練習して広げていくといいかなと。わかりました、はい、じゃあこんな感じで今日ねブルーノート教えてもらったんですけど、また第4弾5弾とやります、やっていきますんで、ぜひチェックよろしくお願いします。伊藤みきおでした。ありがとうございました。藤花丸でした。